39歳ロナウドさん、今季公式戦51戦50GA。矢印これ。サウジアラビアプロリーグで6日、アルナスルのクリスティアーノ・ロナウドが今年最後の試合となったアルイティハド戦で1ゴールを決めた。試合は首位チームを相手に1-2で敗れたが、39歳のスーパースターは代表戦を含めた24年の公式戦で51試合43得点7アシストと驚異的な数字を残した。ただチームは首位アルイティハドに勝ち点11差の4位と優勝争いから後退。リーグは約1ヶ月の中断期間に入るが、ロナウドは自身の SNS で私たちはより強くなって戻ってきますと記した。メッシもそうだけど、クリロナもマジで大きい怪我しないよな。サウジのシーロナもアメリカのメッシもすごいな。こんなに頑張ると思いませんでした。チームで揉めてすぐ辞めると思っていたよ。基本的に期待されてる限り真面目に取り組む人なんだよね。言い方は悪いけど、当初は引退前のお金稼ぎにサウジを選んだのかと思ってました。けど勝利への執念やサッカーへの情熱は全く衰え知らずで本当にすごいです。真のプロフェッショナル。ここまで努力できるのもまた才能。参考にはできるが真似はできないと思う。しっかり結果残すプロ根性は尊敬に値する。きっとどんな仕事しても結果残すんだろう。51試合43得点、凄まじいな。得点力もさることながら、39歳で51試合するフィジカルがとんでもないと感じる。サウジで変わらずモチベーションを保ててることがまずすごい。プロ中のプロだと思う。衰えたとはいえ、国際試合で結果も出している島田伝説はメッシ同様続いてる。まあ、今こそロナウドを戻す時だ。復権に必要な課題。もちろん戦術や選手の質も重要だが、今一番大事で足りてない部分はロナウドのメンタリティではないのか。マジで通算 1000G 到達しそうなのやばい。あと2年調子が継続したら間違いなく達成する。